この通りだったら俺はお前らのクリエイティブってそんなもんなのかっていう話。なるほど。誕生日にもクリエイティブを求められるという当たり前だろ。工場でございます。いらっしゃいませ。イエーイ。昨日いなかったね。いや実は裏でこんな準備を。はい、昨日の釣りから翌日です。僕たちまさかこんなことになってると思わなかった。皆さん釣り頑張ってもらっていた中実は裏で、あ、トモさん、あちなみに会長もどうなってるか知らないですよね。知らないです。誕生日会があるということは知ってるんですけど、こういう状態だとは知らない。昨日会長あのまま帰って寝たよ。会長もお疲れですか。まだまだ祝い続きです。でもちなみに事前に僕は下の方を確認してきましたけど、結構すごいことになってますよね。どんな感じだと思います。まあスピードは奥までは引かない感じの、俺だったら下にまず寿司屋を、俺だったら、はい、なんでその屋形船は乗らないって言う方がない。出れない。
そういう大体多分屋形船だとしたら、はい、絶対に東京都内なんで、まあ、よく釣りに行ってたところでそこだろうって想像する。そしたら大体20人から30人しか入れないはい、まあ、大阪勢は明日なんでかちょっと締めみだからおお、そういう考え方が、なるほど。で、言うに言うわけ、大阪のやつが、女のキャバ嬢が俺に誕生日こいつって言ってるこいつは絶対来るな。いや、来るけど、締め日には来ねえな。いや、明日だって言って、奴らは船に乗りそうだな。まあ、その面ですから、大体もう、大体そうですよ。すげえな。何にも聞いてないよ。この通りだったら俺はお前らのクリエイティブってそんなもんなのかなっていう話になるほど誕生日にもクリエイティブを求められるという。当たり前だろう毎日毎日クリエイティブだ俺はお前らの想像の遥かを言ってるからだってそうじゃないじゃんこんなことできるわけねえじゃん日本一難しい人の誕生日会ですねこれ。うるせえ、はい、ていうか一応来年のこうためになんかヒントくださいよ来年のため来た人が、はい、困らない、つまんない、疲れた理由をないような人ってだけだよ、うん、俺はいいから俺気遣って言うんだよ、来る人嫌だよ、株の大義所から何も欲しくないの何言ったの、お金くれとそうなんだろ、はい、40年も変えられるものは今の資本主義の世の中にお金なんだよ。来た人が楽しんでくれるような会をやれと。当たり前で来た人が座れなかったとか疲れたとか会えなかったとか喋れなかったとかそういうのでやらないほうがいい。これちょっとびっくりしたのこれ長さんの一人で寿司食ってて、はい、でしていこうってしていったらみんながいたってこれちょっとびっくりしたけどね。行くっすよね。出しがすると同時に嫌です。嫌ですよ。だって落ち着かないじゃん。自分の誕生日に自分よりすっごい偉い人がいたら俺どうすればいいか分かんなかったんだよ。嫌ってさ、ちょっと気合いとかじゃない、落ち着かない。そうじゃん、なんか頭叩いてないんだよ。本当の話だよ。でもさ、田辺さんってなんも悪いことしてない。本当にそんな感じになるんですね。なんかそういう、なんだろうな、なんかそういう人なんだよね。まもなく降りてくると思うんでよろしくお願いします。はい、カットしてるんですか。あ、でもそれであれ置いてる。はい、そう、まもなく会長が降りてくるということで皆さんでキャバクラお出迎えをします。緊張しないでください。またまたまた。
ラ・マ・サ・ツ・ポの7文字にちなんでですね、お祝いさせていただきます。おいさよ。まず松浦雅人の間、毎晩毎晩大騒ぎ。松浦雅人のつ、ついつい今夜も飲みすぎる。ちょっと最後まで聞いてください。せっかく中根さんが考えた松浦雅人、さあ今日も盛り上がりましょう。そうね、はい、さあ中根さん、松浦雅人のと、とうとう松浦さんも来年59です。今回59です。Yo, Max Hartwell here. I want to wish you a happy
Happy birthday, have a great day, and I hope to see you soon again. Yo, Max, welcome to WWE here. I want to wish you a happy birthday. Hope you have an amazing day. See you soon, brother. Shh. Max, aka Party Dog, how you doing? Happy birthday, brother. I've been with you today so far. Love you, miss you. Stay safe. Let's keep building the future. See you soon. Hey, Max, otanjobi omedetou. Happy birthday, and I hope to see you again next time when I'm back in Tokyo. So have a great party, and I'll see you soon. Hey, Max, happy birthday from us. Hope you have a great day, and we hope to see you very, very soon. Happy birthday. Happy birthday, Max. Oh, Max, it's Afrojack. I just wanted to say happy birthday. See you soon. Hi, Max. Greetings from Finland, and super, super mega happy birthday to you. I hope to see you soon. You might have heard I'm coming to Japan again, so let's party and celebrate your birthday. Hello, dear Max. Glasno is here. I wanted to wish you Tanchobi Omedetou. I wish you all the best in the world. I'm happy we have some good memories together from Tokyo and from the US. パリピですよ。パーティーアニマルなんだから。お、お、え、もう今すぐ。え、はい、マックス。え、ノミ、ノミ。ノミ、ノミ。いつも同じだから。なんか服買ってやりたくなる。イビザで言われた DJ のみです。はい。ちょっと待って。これ分かるようにしてたんですよ。お誕生日おめでとうございました。Bye.
ヒカル君も駆けつけてくれた。おはようございます。何歳でしたっけ？ 59 です。若く見えますね。60近いと思えない元気さじゃないですか。そうです。俺より元気やなと思います。ヒカルさん、去年も来てくれましたね。いやー、まあ、ありがとうございます。すごいですね、規模がね。やっぱそうそう、女の子のキャラも買ってくれるんですけど、まあ、会長多分女の子って興味ないと思うから。リザードっていう、リザード知ってますよ。わかんない。カノトデカさんに。どうってことない通過点の一つです。ぶっちゃけ言うと何も変わりません。またまた自分の気持ちの中で何歳なのかということだけで決まってます。気持ちは持ってるのが生まれた日がいつかっていうだけの差で、育ってきた経験とか体験とかそれで得た教育、なんかもうそれで得たものとか全てもう何もそれが全てであって、まあいつ生まれたとか全く関係ないんですよ。そのことを皆さん忘れないで、年を取っていくとすごく素晴らしいものになると思います。もうまあ言ってみやろ、60歳ですよ。喋るなと思って何も用意してませんけど、感動するようなことかなんかもう言えませんけど、ただ一つだけみんな一つ思ってほしいことは、自分のことを信じなければ誰も信じられないんで、自分のことを信じてこれから皆さん生きていってください。それでは、こんな皆さん集まっていただくとありがとうございます。なんだろうな、おてらしができるのかということが僕にとっては全てなんで、できないような彼はするんじゃないと言ってるんで、もうなんかみんなが満足してくれないと俺はこれやりたくないんですよね。してる、はい、待ってて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 。 GG 社長ももういない。いや、いる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 。とかになったらもうね、寄ってから出して帰って円満なんですよね。でもね、言うってことはなんかちょっとこれから面白いことがあるかもしれないな。いや、ちょっと思うよ。ちょっとこれからちょっと面白いことがあるかもしれないなっていう気持ちを持ってもらえたっていうことが嬉しいですね。まあ、ここにいるぞって来年またいるかどうか。来るよ、来年も来るよ。それでは皆さん、ありがとうございました。なんで俺流してもらってんの。ヒカルさん帰ってるとか言ってマジで何言ってんすか、本当に。これびっくりしたもん、俺危なかった。これもそれ、まあ、それいい、文句言いに行きましょう。僕もヒカル君は帰ってるもんだと思ってました。はい、ヒカルさん最後までいた。3人で、3人でスリーショット。さあ、これ会長の生き方が好きだ。イエーイ。はい、やっぱなんかね、はい、こういう父親欲しかったなと思いますよね。父親、何言ってる。僕は友達だと思ってます。頑張ります。
さあ、誕生日当日、今日は密着最後です。あ、昨日やらかした高木さんだ。毎晩毎晩大騒ぎ。絶対に映像を使わないようにしてください。毎晩毎晩大騒ぎ。もうそう言ってる間には使ってます。裏切る者は譲らないよ。今日もラスト1日お願いします。あ、真琴さん、はい、今日もお疲れ様。ありがとうございました。ラストですよ、この密着も。そうですね、ま、今日はデイ4ですかね。デイ4、西山さんから始まり、あ、綾田さんも。すごい。ちょっと参加できないんですけど、はい、プレゼントだけ、あの大阪から、大阪からにそれだけでいきます。ほんなら中川さんに行ったし、ボロしていただいて。取り巻き T シャツ。いや、これ僕の日常なんですけど。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、ナナさん、どうもこんにちは。ラストですね。デイ2始まります。いやー、黒崎会長から電話かかってきて、昨日の記憶が一切ございません。あれないですか。はい、ちなみにここだけの話、今日はあんまり飲ませないでくれとって言ってましたか。で、言ってるんで逆に言っちゃうぞって。あばかばー、誕生日にそんな無理に決まってるじゃないですか。我々なんて言ったって取り負けなんで。取り負け。今日はみんな記憶を飛ばしましょう、はい、そのつもりでお願いします。よろしくお願いします。おめでとうございます。なんか会長です。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 違いますね。会長で、これが会長。これも会長です。見てください。でもちゃんと通称マックス松浦、血液型大型、出身、生年月日、全部書いてるんで。多少よかったらお誕生日プレゼントでお受け取りください。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。失礼します。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。大阪帰ります。失礼します。会長おめでとうございます。おめでとうございます。そうやってね。浅田会長、59歳のお誕生日おめでとうございます。乾杯。昨日覚えてます会長。DJ 社長にケーキ食らってましたね。Thank you.
Happy birthday, Max. Oh, Max is Afro.